探査っていうのは自分で考えて行動を律するっていうんですね。ですから自動とはちょっと違いまして、自分で考えて動く。はやぶさはあたかも自分で考えて、立ち段したり戻ってきたりっていうふうにも表現できるところもあるんですけど、実はやはりコンピューターが搭載されてますが、基本的には人間が作って教えてるんですね。ただ教えている以上のことをやってるので、ちょっと面白いなと思うんですが、基本的には地球からはやぶさを動かしてたんですね。だけどもどうしてもできないことは自分で考えて動くようにプログラムされてるんです。その辺をちょっと中心にお話ししていきたいと思いますので、はやぶさの概要は多分皆さんのがご存知だと思いますので、そういう観点でちょっと、1時間弱お付き合いいただければと思います。まずはやぶさミッションも皆さんご存知だと思うんですが、ちょっとお待ちくださいね。1行消えているですね。まあはい、1番の消えているのはなぜかというとなぜかというと、はい、出ました。はやぶさの、はやぶさの目的皆さんご存知ですね。小惑星に行ってサンプルを取ってくることではないですよね。ではないですね。はやぶさの目的は太陽系の始まりを見るために手段として、糸川に行ってサンプルを取ってきたわけです。で私も当時30代でしたけど、川口先生はじめみんなで科学者が小惑星に行ってサンプルを取ってほしい、太陽系の始まりが見れるんだというふうにねってやって、じゃあどうしようかって考えたんですね。当時アメリカも小惑星探査は考えてましたけども、サンプルを取ってくるとは考えてませんでした。まずは小惑星に行って周回をして、まあ、見てこようっていう計画はあったんですけども、サンプルを取ってこう、その先を考えてたんですね。というのはやはり NASA というのは一歩一歩前進していくようなやり方をします。日本そんなことやったらもう小惑星に行くのは相当先になるので、とにかくサンプルを取りに行こう、それが太陽系を知る一番確実な方法である。だから教科書にも書いてないし前例がない。じゃあどうしようかって考えた時に、やはり物事ってのはシンプルに考えるべきだと。小惑星に行ってサンプルを取ってくるのはどうしたらいいか、この4つです。もう非常に簡単です。小惑星というのはまあ比較的遠いところ、まあ、火星と木星の間に多いと言われてますけども、まあ、近地球型といって割と地球に近づくのもあるんですね。でもとにかく遠いところに行ってサンプルリターンズから帰ってこなくちゃいけない。これがまず1番でやること。2番目は小惑星って字の通り小さいわけですから、小さい天体に行ってサンプルは表面にあるわけですから降りて取らないといけない。これをやらなくちゃいけない。しかも小さいということは重力が非常に小さいところで何かを取らなくちゃいけない。そう簡単じゃないんですね。そのサンプルをどうやって取るか、これが3つ目です。4つ目は取ったものを地球に持って帰ってくるわけですけども、地球はご存じのとおり空気があります。大気があるわけですから、そのまま宇宙空間で何もないところから地球に戻ってくると大気の摩擦を受けるんですね。これが熱になって非常に熱くなる、何千と何万度って熱くなるんですね。プールの飛び込みがいい例です。空気のところから密度の高い水に入るときにうまく飛び込めば大丈夫ですけど、下手な飛び込みするとお腹が赤くなりますね。腹痛っていうんですけど、痛くなる。あれ同じですね。密度の低いところ、濃いところに行くとそういう摩擦を受けます。はやぶさも帰ってくるときに宇宙空間って何もないところから大気のところに入るときに熱を受けて熱が、じゃあ燃えないようにするにはどうしたらいいか。せっかく取ったサンプルを地球に持ってきて分析するのにありのまま欲しいわけです。この4つが多分メインのテーマで、これをどうすればいいか。で、言葉で書くとこれの1個ずつをクリアしていけばいいんだなと考えたわけです。だから難しいのは、先ほども言いましたように小惑星サンプルリターンは世界初めてなんですね。どこもやってない。当時はアポロ計画、昔ですけども月からサンプルは取ってきましたけども、小惑星からサンプルは取ってきたことはないわけです。前例がない。ということは教科書見ても文献読んでもどうやっていいか書いてないわけですから、自分たちで考えました。2つ目は小惑星というのはたくさんあるんですけども、大きさとか、それから形、表面の温度、表面にどんなものがあるか、硬い金属っていう人もいるし、柔らかい岩石という人もいるし、砂かもしれない。から光の反射率といいまして、明るい星か暗い星かもなかなか分からない。表面状態か
クレーターがあるのかないのかもよくわからない。もちろん地球から望遠鏡で観測すると明るさはだいぶ分かってきますし、それからその明るさの時間変化ですね、明るさが変化するとその自転の周期というのもある程度は想像できるんですけど、計測できるんですけども、とにかくこういう小惑星って行ってみないとよくわからない。糸川もそうでした。糸川も自転周期は12時間ちょっとだなっていうのは行く前に分かりましたけども、やはり地球に近づいてきた時に初めて分かるんですね。ですから打ち上げる前のその設計段階では分かってなかったんですね。ですから我々どう考えたかというと、設計段階では糸川は4時間から20時間の間で回っているだろうと思っていたんです。大きさは1キロから10キロぐらいの間かなと。まさか500メートルなんて行ってみないと分からなかったんですね。そういう分からない時に探査機を作るって結構大変なんです。どんなケースも考えて作らなくちゃ、これ非常に悩みました。それからもちろん探査機の重量ですね、日本のロケットの能力、それから探査機のエンジンの能力から持っていける重量が 500kg ちょっとしかない。これ例えばですね、 NASA の探査機を見るとですね、一桁違うんですね。日本の探査機は非常に小型なんです。世界に比べると非常に小さいんですけど、その中にいろんなものを詰め込むっていうのは結構大変だっていう、ちょっと大変だったなと今ちょうど10年前を思い出してるんですけど、そういう中でどうやって作ってるか。で最初言いましたけども、遠くに行って帰ってくる、小さい天体、特に重力が小さい天体に降りて行かなくちゃいけない。だからサンプルをどうやって取るか、地球に持って帰るのはどうしたか、これを考えました。いろいろ考えて、考えたのが、まあ、ご存知の通り、遠くに行って帰ってくるためには燃料が必要です。たくさん燃料が必要なんですね。ですからそのために、まあ当たり前、今で言うと当たり前ですけど、電気自動車と同じようにハヤブサもハイブリッドカーなんですね。燃料だけではなくて電気で動くエンジンを作ったというのが、これは1番目を解決する方法。2番目は小さい天体で着陸する、しかも遠くにあります。そうすると地球から指令していたのでは間に合わないですね。着陸、特に着陸するときに、あ、ここは危ないからちょっと避けてって地球から指令を出しても、指令が届いているときにはもうぶつかってるんです。ですから、小さい天体にて着陸するそういう技術を作ります。自立機能というんですけど、ここは私が担当したところで、後で詳しくお話します。それからサンプルを取る方法はいろいろ考えました。それも、後ほど多分矢野さんからお話があるだろうと思うんですけども、いろんな方法を考えて、アイデアをいっぱい募集します。その中で硬い岩石でも取れる方法ということで、弾丸を撃って取る方法というのを考えます。いろいろトラブルがありまして、最終的には弾丸を撃たなかったので、持ち帰ったサンプルが非常に小さい粒しかなかったのはそういう理由なんですけども、はやぶさ2ではそこを改良して確実に取ることを考えています。4番目は、今日、ちょっと前ですけど、一部にもう2人目の方がお話したんですけども、燃えないカプセルを作ったんですね、燃えても壊れないようなカプセルを作った、こういうことを一つ一つ考えてやってきた。これはアメリカ NASA もやってきてない技術を、自分たちで考えた。ですから白紙の状態に絵を描いていったんですね。そういうやり方をして、まあ、やってる時は非常に楽しかったんですけど、いざ始まると結構いろいろ思った通りにはいかなかったので苦労しました。さて、私ロボットの専門家って言いましたけども、はやぶさはロボットだと思ってます。理由は、はやぶさにはカメラですとか距離を測るセンサーを持ってます。もちろんコンピューターが乗っていて処理ができます。それからアクシエーターというんですけども、姿勢を変えたりジェットを吹いて位置を変えたりする、動くことができるんですね。目があって動くことができてコンピューターを持っているって、これはまさしくロボットですよね。ロボットといっても人間の指示に従って動く場合と自分で考えて動くという、そういう機能を持った、ロボットだと思ってます。未知の天体を探査して、往復何10分もかかる、環境で動いた。でデータもですね、ちょっと専門用語で書いてありますけども、最大 8kbps というのは1秒間に 8kbit のデータしか最大で来ないんですね。一番ひどい時はですね、8bps しかないんです。非常に皆さん携帯電話の多分ですね、100倍200倍もっと遅い通信しかできない。これは電力が限られている、しかも相当遠いところにありますから、なかなかデータが来ないんですね。そういう環境で、動く探査機を、作ったわけです。どのぐらい遠かったかとちょっと絵にしますとですね、地球と糸川の距離がちょうどはやぶさが行くときに3億キロメートルです。3億キロメートル、
ょっとピンとこないと思いますけど、地球と太陽の距離が 1.5 億キロメートルですから、約その倍ですね。地球から太陽に行って帰ってくると。太陽ってよくわかんないと思いますけど、私もよくわかりませんが、通信する時間に直すと片道16分です。だから往復で約30分ぐらい、多いと言ってから返事が来るまでに往復30分かかります。データが全部来るのにはもっとかかります。例えば1枚の画像が来るには、先ほど 8kbps って言いましたから、大きい画像だと1枚の画像が来るのにまた時間がかかるんですね。そういう環境で、はやぶさは、運用されたんです。ハイライトは何かというと、やはり小惑星に接近して着陸してサンプルところを取るところが非常に難しい。地球を出発して小惑星とかに行くまでは今までの技術でなんとかなります。電波で通信すると距離が大体分かりまして、近くまで行けるんですね。もちろん誤差はありますけど、近くまで行って糸川を探して近づいたんですけども、最後の安全なところに降りてサンプルを取るところというのは、やはり地球で見ながらああだこうだというのはできないんですね。アポロ計画では宇宙飛行士が宇宙船に乗って地形を見ながら、あ、ここはちょっと危ないから避けようということができた。はやぶさはそうはいかないんですね。自分で最後は考えて降りることをしなくてはいけない。どうやったかというのをですね、話すとですね、多分それで時間終わってしまうので、JAXA が作りましたビデオがありますので、ちょっと見ていただければと思います。こんな形でですね、地球を出発して陽原人で行って、距離20キロに近づいたところで、まずは未知であった天体を観測します。写真を撮ったり距離センサーを使って、小惑星の形ですとかサイズとか表面の状態を見ます。で、見終わったらですね、目印となるターゲットマーカーを落としています。ターゲットマーカー88万人の、名前を持っていったわけですけども、でそれを目印に、でフラッシュというのを作りまして、宇宙用に作りまして、それを見ながら 4つのビームで距離を測りながら、これ姿勢もわかるんですけども、で表面にタッチして、これじっとしてるとですね、倒れてしまいますので、すぐにジェット吹いて立ち上がるんですね。ですから着陸というのはほんのわずか数秒でタッチダウンをし、その間に弾丸を打ってサンプルを取って、取ったサンプルを、まあ、カプセルに自動的に入れると、こういうやり方を考えたわけです。先ほどの高度400メートルからタッチダウンして戻ってくるまでは完全自律に行います。もちろんプログラムに乗っておくんですが、地球からは指示ができますので、この間がはやぶさの中では完全自律に動いた部分ですね。ここを担当しまして、なかなかうまくいかずに苦労しました。一枚写真を紹介しますとですね、これは、2002年ぐらいに撮った写真で、はやぶさがようやくできた頃に、スタッフ、これ、JAXA、当時は宇宙科学研究でしたけども、それからメーカーの方、大学の先生が、中心になってやりまして、まあ、今から10年ぐらい前の皆さん若いんですけど、私はどこにいるかというと、ここです。次の公園にある矢野さんはこちらですけども、ちょっと10年前ですから、だいぶ若い時の写真かなと思いますけど、白髪の先生もいらっしゃいます。一番楽しかったのはですね、小惑星が見えてきた時ですね。地球から見ると本当小さいので点でしか見えないんですけども、だんだん見えてきました。2005年の9月、今から約8年前ですけども、少しずつ形が見えてきて、あ、これで小惑星よく見えるぞと言って、だんだんこう近づくとですね、形がぼやーっと見えてくるんですね。この頃になるとだいぶ見えてきて、まあ、ちょっとピーナッツに似てるかなっていうふうに言ってる、科学者もいらっしゃいました。運用している人数って聞かれるんですけども、実はそんなに多くないんですね。運用している時の写真が、これですけども、中央にいるのが有名なプロマネの川口教授ですけども、こんな感じです。大体30人ぐらいで、運用をしていました。これは相模原で、運用した。運用というのは、はやぶさのデータを見て、どうしたらいいかという指令を出すところを、行って、いました。ちなみに、私は、ここにいますけど、これがですね、これ動画になってますけど、どうやって作ったかというと、はやぶさのから、写真をたくさん撮ります。大体時間で一周12時間ですから、それを移動機で大体180枚とか200枚ぐらい撮って、それをつなぎ合わせたので、よーく見てるとちょっとずれたりするんですけど、時点の様子です。実際には一周12時間で回ってます。
これ見た時多分科学者は大喜びだったと思うんですね。今まで見たことがないような小惑星だったんですね。 NASA が撮った写真とは全然違ってたんです。どこが違うかというと表面がゴツゴツしてる、砂があまりない。びっくりしたのは大きさです。大きさというのは画像の写真と距離を測って横の幅を見たら、この横幅が500メートルしかない。我々は想定しました。まあ1キロメートルはあるんではないでしょうかと思ってたら、実はその半分で500メートルしかない。非常に珍しい小惑星に、はやぶさは行ったわけですね。で、我々どう考えたかというと、実はですね、着陸精度は60メートルだと。まあ1キロもあれば60メートルぐらいの平らなところはあるだろうと思って、よく見るとですね、平らなところはほとんどないんですね。これでもう困りました。まあ前提条件として1キロメートル以上の小惑星という前提ですから、行ってみたら500メートルしかなかったというのはこれは想定外ですよね。想定外ということは、まあ降りなくてもいいんじゃないのとニヤニヤしながら言ってたら覚えてますけど、まあプロマネはそんなこと許さないですね。行ったからには着陸せよと。でよく見てみるとですね、平らなところなくはないんですね。例えばこの辺、割とあの平らなところあります。この辺も候補でした。それからこの真ん中ですね。で実ははやぶさというのは太陽電池とそれからアンテナは同じ方向を向けてます。メインのアンテナは同じ方向を向けていて、皆さんの方向が太陽地球なんですね。で太陽電池とアンテナは向きを変えられません。向きを変えるためにははやぶさ自身が向きを変えられる。そうすると近づけるところで皆さんから向かってスクリーンに行く方向しか行けないんです。上から降りるとか下から降りるとしようとすると太陽電池に太陽が当たらなくて電力がなくなってしまう。だから降りられるところというのは大体中央しかないんですね。で中央で平らなところってあんまりないんですね。こう見ていくとこれがちょっと平らそうだなと思っているところと、この辺でこう上とか下は降りられないところなんです。これは困ったなと。で調べてみると平らなところって30メートルくらいしかないんですね。これは非常に厳しいんですけども、なんとかやってあげようということで、リハーサルを2回、それから練習を1回やってからタッチダウンに臨む。ちなみにここは割と候補だったんですけど、写真撮ると結構ゴツゴツしてまして諦めました。最初の公開してない写真というか絵というかはこれです。なんだか後ろの方見えないと思いますが、これはですね、この写真見ながら我々は名前を付けたんですね。勝手に名前を付けまして、まあ、正式に認められた名前もあるんですけども、ここはミューゼスの海っていう、ミューゼス C っていうプロジェクトネームを兼ねて作った名前とかあって、まあ、打ち上げたのが鹿児島県ですけど、ね、大隅とか薩摩とかですね、それから回収する場所がウーメラ砂漠なので、こうウーメラ砂漠とか作りましたし、ここ神奈川県の相模原市で宇宙科学研究所がはやぶさ作りましたので、ちゃんと相模原ってのもありますし、この出っ張ってるやつは吉野台っていう名前付けたりですね、あと淵野辺っていうのもあります。あと調布とか筑波とかペンシルロケットのペンシルとか、こうもう勝手にいろんな、あとラッコに似てるって人がいたら、こうラッコの頭とかですね、これ正式につけた名前じゃなくて、我々が呼びやすいようにつけた名前で、これは多分公開されてませんのでご了承ください。先ほど練習をしたと言いましたけど、5回練習をしました。11月4日2005年ですね、今から8年7年半ぐらい前にリハーサル1回目やったらなかなかうまくいかずに、後方誘導試験というので、練習をしてターゲットマーカーの分離試験をしたり、で11月12日3回目にリハーサル2回目を行って、ようやくこれでいけそうだなというのを、作りました。後で話しますが、その時にミネルバというのもリリースした。で11月19日と25日2回タッチダウンをしたんですね。実は正直言うと、実はこの後に3回目というのも予定してたんですね。ターゲットマーカー3つ持ってましたから、3回練習することまで、考えていたんですけども、残念ながら、2回目のタッチダウンの後に、燃料漏れを起こしましたので、そこで、見失ってしまって、レスキューオペレーションに入ってしまった。どうやってタッチダウンしたかといいますと、基本的には地球からはやぶさが送ってくる糸からの画像を見ながら軌道を少しずつ修正して近づいていったんですけど、最後高度400メートル以下は400メートル以下の画像が来て判断して修正した時にはもうはやぶさは糸川表面にいるわけですから、
修正できないんですね。ですから高度400メートルまでは地球から指令を出しましたけども、それ以降ははやぶさが自分でプログラム通りに動いていったということです。ちょっとその時の動画がありますので、これちょっと早くにしますけど、実際はこういう画像がですね、30分ごとに来て、それを見ながら、あ、ちょっとずれてるねってんで軌道を修正したりしていった。でこの時見てた時に、あ、はやぶさの影が見えるって見えますかね。ちょっと小さくて見にくいかと思うんですけども、ここです。これがはやぶさの影が小惑星イトカの表面に映っている。これは我々スタッフ非常に感動しました。はやぶさ自身ってなかなか見れないわけですから、あ、はやぶさの影がちゃんと映って、こう2つなってるのは太陽電池ですね。これがよく見えて、狙ったところにちゃんと行ってるなというふうに思った。これ以降の画像は実は来ていません。これ以降は、モードを変えまして、ターゲットマーカートラッキングモードに入って、画像は来ていないわけです。正直言うとですね、このあと高度15メートルで写真を撮ってるんです。2回目の時ですね、その画像は残念ながら見失った時に消えてしまったんですね。ですから皆さんに公開できなくて非常に、悔しい思いをします。さて、タッチダウンの様子は皆さんもうご存知かもしれませんけど、これはちょっと処理したデータでございまして、横軸が時間、縦軸が高度です。はやぶさは時間とともに高度をどんどん下げていって、予定ではここでタッチダウンをして浮上するっていうのが我々が想定していたこと。ところが高度17メートルで太陽電池の下に障害物を検出した。何らかのものを検出して、そこではやぶさはやめてしまった。でここでジェット吹いて戻るっていうのが我々がはやぶさに教えていたこと。もう一つ教えてたんです。ジェット吹いた時に姿勢が乱れることもあるので、その時は止めてくださいと言ってたんです。教えてたんですね。はやぶさ忠実に、実はここでジェットを吹く時にスラスターの一つが遅れて姿勢がちょっと乱れたので、はやぶさは止めてしまったと言った。はやぶさは素直なんですね。でそうすると止めてしまいましたから、最初の推力で上がっていくんですけども、小惑星って重力ゼロではありませんので、どっかでちょうど釣り合ったところで、あとは引っ張られて1回2回とバウンドしてたっていうのが、はやぶさが実際に1回目に起こったこと。これが後で分かります。我々はデータはもう近くなりますとなかなか来なくて、ドップラっていうんですか、そういうデータしか来ませんので、何が起こったか分かる。見てるとですね、どんどん潜っているように見えてしまったわけで、我々が何が起こっているか分かりませんでしたので、30分後、これ以上待ってると良くないということで、緊急コマンドって送ったんですね。至急脱出してくださいっていうコマンドを送りました。コマンドの番号今でも覚えています。119番なんですね偶然なのか分かりませんけど、でどういう状態だったかと、後で分かったことは、はやぶさは小惑星表面に予期せずにこんな形で着陸をしていたと。30分間ですね。その後浮上したというのが事実で、多分これ以上のことは分からないんですけど、ここから推測すると、はやぶさどんな動きをしたかというのを実はコンピューターで計算しました。これ多分あまり出てないと思うんですけど、そっか、なるほど。私の画面で見れるんですけど、皆さんには見れない設定になっているので、すいません。2つ目の極秘データはまた次回ということで、はい、失礼しました。時間があったらって思ってしまった。2回目に、1回目はですね、結局途中でやめちゃったので着陸はしたんですけども、サンプルを取る弾丸は撃ってないんですね。途中でやめてしまった。ただしぶつかりましたから、何か取れてるんじゃないかなと思って、蓋を閉めてもらいました。ですから予期せぬ着陸をしたので、弾丸も撃ってないことを分かってますから、2回目やろうということで2回目にやって、2回目は完璧にシーケンスは進んだんですね。で、1回目に落としたターゲットマーカーの写真もちゃんと撮ってます。後ろの方すみません。見えないかもしれませんけど、これです。ちょっと白くなってるのが、1回目の立ち段階に落としたターゲット。これが確実に落ちてるのを確認してます。で予定通り全部うまくいったんですけども、それから2時間後に燃料漏れを起こして姿勢が乱れて、その後また再度燃料漏れを起こして見失ってしまったというのが、これが、実質。さて、はやぶさがですね、どんなタッチダウンをしたかっていうのは誰も分かりませんが、実は地上で試験をしています。
これが地上試験の、様子ですけども、矢野さんのグループと私のグループがもうかなり 何百回ぐらいやりましたかね、もう夜を徹してやったあの試験で、小惑星表面分かりませんから、小惑星表面に岩石とか砂とか、あとふわふわしたものがあるんじゃないかと言われたので、発泡スチロールを細かくしてやったりですね、いろんなことをやって、タッチダウンがちゃんと検出できるかどうかっていう試験をやったときに、これがあのサンプラフォンです。これがサンプラフォンで、これが小惑星表面にタッチすると変形します。柔らかく変形して、その間にサンプルを取るという、サンプラーチームが考えた方式を、試験しましたので、多分はやぶさは糸川にタッチダウンしたときにこんな動きをしたんではないかなというのを、これ実験の様子をご覧いただけますので、想像していただければなと思います。もう一回ありますので、真上からこう降りていって、小惑星表面に、まあ、自転してますから動いてるわけですね。ここでこう表面に触った瞬間、こう変形します。変形してジェット吹きますので、上に上がっていってるんですね。こんな形で、変形して、これは岩石の場合ですけど、岩石にぶつかった場合にちょっとこう変形して、表面にタッチしてる間は3秒ぐらい、それでサンプルを取って、こう戻る。多分はやぶさはこんな動きをしたんではないかなと想像しています。ということで、はやぶさの自律探査、特に小惑星表面にこんな感じで降りたんじゃないかなと思っていて、もう一つのお話は、ミネルバです。ミネルバっていうのを聞いたことある方いらっしゃいますか？あ、嬉しいですね。何人かあの聞いたことありまして、ちょっと今日はせっかくですね、ミネルバあまり聞いたことないと思いますので、ミネルバのお話をしますと、実は小惑星表面に降りるんだから、何かロボットで探査できないかなと。その代わり重さは限られますよと。1キログラムぐらいならなんとかできるかなっていう話で、始まりまして、小天体を探査するロボットってどんなのがいいんだろうって考えたんですね。で、これはいろんな大学の先生にも協力いただいてブレインストーミングしました。みんなで考えました。どんなロボットがいいか。で、分かってるのは、小惑星は小さい、重力が小さいっていうことなんですね。どのぐらい小さいかというと、例えば初めはやぶさが行こうとしてた 1989M1 というのはもう大きさも小さいですし、まあ密は分かんないんですけども、まあ重力としては非常に小さい、10のマイナス6ですから0が6も続くぐらいの小さい天体とすると、ほとんど重力はないんです。でもゼロではない、そういう世界。もし皆さんが小惑星にいたとすると、ちょっと体を動かすともう動いていきます。もし席を立ったら天井まで上がっていきます。もし天井がなかったら重力に応じてずっと高く上がって釣り合ったところで降りていくんですね。もし皆さんが糸川にいたとします。秒速15センチ以上で、これ脱出速なんですけども、立ち上がったとしたら、天井がなければもう皆さん二度と戻ってこれない、そういう世界。秒速15センチだという間にこうジャンプしていると思うんですよ、そういう世界。アメリカ NASA は火星にこういう車輪型のロボットを持ってきました。アメリカ NASA はですね、NASA の研究所は、はやぶさに同じような小さいロボットを持っていこうという提案もありました。我々考えました。車輪型ロボットって小惑星で動くのかなと。映画にはハルマゲドンというのがあったんですが、あれは確か小惑星、まあ巨大なんだと思いますけど、車でなんか探査してたの、見覚えがありますが、難しいんじゃないか。重力が1000分の1、1万分の1とすると、小さい重力では車輪はうまく走れないんじゃないのと思ってました。学生にもそういう話したら、学生がゆっくり車輪を回せば走れるんじゃないのって言ったので、学生さんに検討してもらいました。これ私がやったんですけど、学生さんが作ったシミュレーションというもので、簡単に2次元になってますが、車輪が2つ、ちょっと段差があります。普通の車だったらちょっとした段差はもちろん超えられますよね。これをお見せします。こんな形で、まあ、ちょっとした段差が、高い段差は難しいですけども、ちょっとした段差はこう乗り越えられます。じゃあこれが重力が小さくなって2000分の1になったらどうなる、皆さん想像してください。皆さんが小惑星にいて車を走らせるとどうなるか、どうなると思います、どうなると思いますか。ひっくり返ってしまう。はい、どうでしょう、飛んでっちゃう、飛んでっちゃう。見てみましょうか。はい、どんな形なんでしょう。よいしょ。ぶつかった瞬間、力を受けてですね、力を受けた方向に浮いちゃうんですね。
で車輪回ってるとひっくり返っていきます。だから2人とも正解ですね。ひっくり返っていく。で重力釣り合ったところでまた落ちていきます。車輪を回しても空中に浮いてたら姿勢は変わるけどもう前に進めないです。小惑星が全く平らだっていうのはありえないですよね。ちょっとはデコボコしてる。だからちょっと動いた瞬間にもう浮いちゃう、また降りていく。ですから車輪型ロボットでは思うように動けないなっていうのが我々考えたことであり、そうなるんだろうと思っています。で実はですね、いろいろ調べてみると世界でもいろんな研究してまして、火星の衛星フォボスに持ってったロボットはジャンプするロボットです。それからいろんな大学と議論して、例えばアメリカのカリフォルニア工科大学なんかカエル型のロボットなんてのも研究してますし、日本の大学もいろんな研究してまして、結局ですね、車輪がついているのはこの NASA の小さいロボット。実はこれよく論文よく読むと、車輪で動くんだけれどもジャンプもしますって書いてあるんですね。ですから小惑星に行ったら車輪で表面をなぞるというよりも少し飛んでジャンプするっていう方法がいいだろうというふうに、思いました。我々も考えました。ですから、ホップして動く探査ロボットっていうのを作りました。で重量1キロですから小型に作らなくちゃ。作ったのがこのロボットミネルバです。これです。ホップするメカニズムと、どんな天体でも動けるように。実はですね、重力は言ってみないと分かんないんですね。大きさが分かったとしても密度が分かんないと重力が分かんない。言ってみないと分かんない。そうすると何が一番問題かというと脱出速度です。重力が小さいとちょっと跳ねるのが強いともう二度と帰ってこないわけですが、どのぐらいで帰ればいいか、どのぐらいでジャンプすればいいかというのは言ってみないと分かんないですね。そのために我々が考えたのは、実は足とか何もついてなくて中にモーターが入っているだけです。それを回すと宇宙空間では姿勢が変わるだけなんですけども、表面にあると表面を蹴って飛ぶようなことができるっていうのを、これは実は学生さんのアイデアなんですね。学生さんってやっぱりいろいろな発想を持ってて非常に楽しい。でそれを、試験にしました。これがちょっと模試機図なんですけど、ミネルバというのは実はこの中にモーターが入ってまして、モーターを回すと逆に姿勢が変わっていきます。表面との摩擦があるとそれを使ってジャンプできるんですね。これは百聞は一見にしかずですので、ちょっと実験をしました。当時日本にはですね、2カ所微小重力実験ができるところがありまして、落下島があったんですね。北海道の上砂川というところと岐阜県の土岐市に、炭鉱の跡なんですけども島がありまして、そこにカプセルを落とすと、落としている間重力が非常に小さい。実はゼロではありません。というのは落ちてる間空気があるとそれの影響を受けて全くゼロにはならないんですね。それは逆に言うと小惑星の研究には非常にいいわけで、多少の重力があってそれがうまく使いました。どんなことするか、ちょっとこれビデオがありますのでちょっとご覧いきますけど、これは岐阜県の土岐市にあった MG ラボですけども、塔にあるこのカプセルをですね、上から落とすんですね。こうこれスローになってますけど、ものすごく速い速度で動きまして 4.5 秒間で、下まで行ってしまいますが、落ちている間が重力が小さい。その間に、糸川と同じような環境ができますので、そこで試験をいたしました。で最後ブレーキをかけて、止まると。これを何回も繰り返して、実験をしたわけです。実験の様子を、ご覧。これもこの映像は実は公開してなくてですね、私の授業でたまに使う程度なんですけど、これが実験用ミネルバです。白くなってますけども。この中にモーターが入ってまして、モーターをこう時計と反対回りますと、ロボット自身がこう回り出して、こういうふうに飛ぶんですね。2つの違いは、力を倍半分に変えて飛ぶ速さを、検証したものです。ちょっとご覧ください。落下中にモーターを回すと、こんな形ですね。こんな形で回転しながら飛んで、終わるとガタッと。これは 4.5 秒間、こちらはモーターの力をちょっと弱くするとですね、こんな形でゆっくりと回りながらで終わると落ちるという形で、あ、これなら小惑星とかで飛べるなと。ですから重力分かりませんけども、行って計測した重力に応じて飛ぶ速さ、飛ぶ勢いを変えればいいなと思ったわけです。さらにあまり回転するのも良くないなということで、モーターをうまくコントロールするとですね、最初何もしないとこういうふうに回転して飛びますが、
うまーく制御するとですね、次ですけども、ふわーっと飛びます。こんな形で、もし糸川の表面にいたならば、ふわーっと飛んで約10メートルぐらい飛んで着地します。着地した後は、神の味噌汁。どうなるかは分かりませんが、そしたらですね、川口プロマネが、小惑星の表面が砂だったら飛べるんですかっていう質問するんですね。我々一生懸命数式を立てて検討して飛べると言ったんですけど、これも100分の1件はしかずで実験をしました。砂の上、細かい砂の上で飛べるかどうか。やってみたらこれもうまくいきましたが、やはり砂なので力があまり受けられずに飛ぶ距離は減ってますが、砂の上でも飛べることが分かったので、これでいこうというので早川さんに乗せてもらったわけです。まあ、あのミネルヴァはですね、これちょっとすみません、英語で書いてありますが、大きさが10センチぐらい、高さ10センチぐらい、重さが591グラム。今日は同じものを持ってきました。これです。このぐらいの大きさ。今日皆さんにせっかくですので手に持って、これは実物と同じサイズで同じ重さですが、私授業で使った時に学生さんがピンを折りまして、6個ほどないので3グラムぐらい減ってるんで588グラムなんですけど、ちょっと見ていただければと。でこれ本物の太陽電池で、強く握ると太陽電池壊れてしまうので、そーっと握っていただければ。こんな重さのものを持ってたんですね。この中にカメラが3つ載ってます。コンピューターも載ってまして、モーターが2つ。もちろん太陽電池で発電するんですけども、2ワットしか発電しません。通信距離は 20km 通信できます。通信速度はもっと遅いんですけど、 9600bit しか通信できないんですけども、これを載せた全く同じもの、中見ると金色になってるのが MLI っていう熱を断熱するもので、黒いものが見えるとそれがカメラなんですね。どうぞ手に持っていただければと思います。こんな形でカメラを載せていまして、カメラが3つ前と後ろに載っています。あとフォトダイオードといいまして、光を検出するセンサー、それからちょっとピンが取れちゃいましたので、木のものに変えたので、これポリミドに変えたんですけども、実は温度センサーつけてまして、表面に降りた時に表面の温度を直接測ろうとしてたんですね。それから飛ぶ時に、傷をつけるだろうと。そうすると小惑星表面の硬さが測れればいいなとかで、いろいろオプションは考えてます。飛んだ軌道が分かると重力の詳細なデータが分かるんですね。そういういろんなことをやろうとしたミネルヴァというもので、先ほど飛んだ後どうなるかといいますと、これコンピューターグラフィックスで同僚が作ったんですが、こんな形で飛びます。飛んだ後10メートルぐらい飛んで着地すると多分転がるであろうと、神の水を知るとはそういうことですね。ですから上になるか下になるか分かりませんので、太陽電池に全面が太陽電池、しかも、逆さまになるかもしれないのでアンテナを2つつけてます。アンテナは実は本物ではないんですけども、輪っかになっているのはループアンテナで前と後ろについていて、一番問題なのはですね、真っ暗なところに入っちゃう。クレーターの中に入ったとすると太陽電池に光が当たりませんので、そこでミッション終わっちゃうんですね。だからそれを防ぐためにコンデンサーに電気を蓄えておいて、数回はジャンプできるようなんです。ですからカメラで撮っても真っ暗だし、フォトダイオードが暗かったら緊急脱出ですぐにジャンプするようにしてます。ですから数回はジャンプして脱出するようにちょっといろいろか。と言いますのは、これ地球と直接は通信できなくて、はやぶさ経由なんですけども、データ量が遅いのと、往復30分かかりますから、暗いところに入ったから、じゃあどうしてっていうのを指示したらダメなんですね。ですからこのミネルヴァは基本的には完全自律に動くロボット。そういうロボットに仕上げました。分離したのがリハーサルの最中で、ここしかいろいろトラブルがありますので、ここしかないということで分離したんですけども、ご存じの通り地球からコマンドで分離したんですが、分離するときにはやぶさが浮上中だったんですね。で速度が増していたので、分離した速度は予定では5センチパーセックだったんですけども、そのはやぶさの速度が加わって15、6センチパーセックで分離しました。脱出速度15センチパーセックですから、残念ながら糸川の引力に引き込まれずに、今は糸川と一緒にミネルヴァは太陽の周りを回っている人工惑星になっているわけですね。残念ながら距離20キロまで近づかないと通信できないんですけども、もうかれこれ 7,8 年経ちますから、生きているかどうか分かりませんけども、分離した時は、生きているのを確認してまして、これがデータなんですけども、
ちょっと分かりにくいかと思いますけど、これが搭載中、分離すると太陽電池の発電に変わって、これが太陽電池で発電した量、これが8時間データが取れています。フォトダイオードはこうぐちゃ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 しているのは、ミネルヴァが分離したと回転しながら動いている様子ですね。太陽が向いたり太陽に向かなかったりということで、これで大体回転速度も推定できています。だから温度も回転してますから、太陽にきれいに炙られて、両側きれいに炙られて、大体温度が一定になっていて、この状態であれば今も生きている可能性もあります。誰か見つけていただければと思うんですけど、距離20キロに近づかないといけないと結構大変ですね。こういうデータが来ましたので、ミネルヴァが生きていることがあります。もう一つ、分離するときに実はカメラついてますから、はやぶさの写真撮ってあげようと思って、コマンドで仕込んでました。ミネルヴァが分離されたら自分で写真撮るように、プログラムされて教えてたんですね、ミネルヴァに。これはですね、チームのメンバー誰にも言ってませんでした。私の同僚と私だけしか知らない、秘密のコマンドっていうのを作ってまして、分離時の写真っていうのを、後でこっそり出したけど、こんな写真が撮れたんですけど、皆さん喜ばせようと思ってたんですけど、分離失敗しましたので、すぐにデータを調べてみたら、太陽電池の裏側ですね、本当はボディがちゃんと撮れれば嬉しかったんですけども、宇宙空間を飛んでたはやぶさの写真、ほんの一部しか撮れませんでしたけども撮れました。これもですね、実は賢いことをやってまして、ミネルヴァが持っているコンピューターとメモリー、非常に限られています。どのぐらいかというと、専門用語で言うと2メガバイトしかメモリーがないんです。だから写真をたくさん撮るともういっぱいになっちゃうんですね。で、送れる量は非常にゆっくりしか送られないので、すぐメモリーがオーバーしてしまう。で、どういうことを考えたかというと、実はミネルヴァは狙った方向を撮るわけにいかないんですね。自分のいる姿勢で撮るしかないので、宇宙空間を撮ってる場合もあるし、真下表面にいたら真っ暗なところ撮ってるかもしれない。で、いろんな画像を評価して、しかもあまり近くにあるものってピンボケになります。ですからピンボケの画像とか宇宙空間しか撮ってないんですね。真っ暗な画像は自分で捨てて、意味のある画像しか送らないように、そういう賢いことをやってたんですね。種はまだ明かしませんけども、割とシンプルなやり方で結構わかる方法があります。で、こういうやり方でミネルヴァは多分10枚ぐらい写真撮ったんですけど、その中でちゃんとピンボケせずに写ってたこの画像を送ったということで、その自律機能というのも確認できます。実はですね、ミネルヴァとハヤブサ一緒に動いてますね。こう同じように動いてたんですが、糸川からだんだん離れますので、ハヤブサはある時にジェット吹いて止まったんですね。ミネルヴァはジェットを持ってないので、どんどんそのままの速度で上がっていって、位置関係が逆転したので、そこから通信できなくなったというのなんですけど、相当長くは、生きていたと思いますし、今も生きているかもしれない。ハヤブサから分離するときちょっと失敗しましたので、ちなみに、コマンドを送ったのは私です。もう送ってしばらく経って、あ、失敗したなと思って、もうちょっと落ち込んでる映像もどっかに映ってるんですけど、その関係で今は若手の方に作ってもらってますが、ハヤブサ2には、このミネルヴァのリベンジのミネルヴァ2というのを今載せてもらうように開発を進めてまして、ここにあります。これですね、ミネルヴァ2というロボットを今度は確実に落として、実はもっと賢いことをいろいろやろうと作戦は立ててますが、それはその2018年に到着した時のお楽しみということでおりますけども、小惑星表面の詳細な画像をぜひ撮って、温度も計測して、新たな科学の発見に役立てればなというふうに思っています。はやぶさではやはりいろんな技術を盛り込んでいて大変だったんですけども、まあ、科学者研究者が割と楽しく、要するに今までやったことのないわけですから、新しいものを想像するということを進めてまして、だけれども、打ち上げの日は決まってるし、重量電力は限られている、その中でなんとか、成果を出したいっていうのがみんな努力してきまして、特に自律という機能も、検証するのは大変なんですけども、ある意味いろんなところで役立ったところもありまして、今後のはやぶさ2、さらにはその先の月火星探査にも生かしていきたいなというふうに、思っている、ところです。ちょっとミネルヴァの話と、それからはやぶさの自律探査のお話をさせていただきまして、お時間に許す限りご質問にも答えていきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは時間がありますので、会場から質問を受けたいと思います。
はい、どうぞ。どうですか、今マイクを。とても興味深いお話ありがとうございました。ビレ沼の投下のことでお伺いしたいんですが、はやぶさは自立航法システムを持っているわけですけれども、なぜはやぶさに任せないで先生がコマンドを打つことになったんでしょうか。というのは、さっきおっしゃったように往復の時差がありますよね。でそれで実際には信号がこう着信したときに、すでにはやぶさが上昇に転じていたので、上向きの力が働いて着陸できなかったっていう、メールが着地できなかったっていうふうに伺ってるんですが、もし早くせに全部任せてたら、そこら辺うまくいったんではないかと考えてるんですけど、いかがなんでしょうか。はい、まずですね、当初の予定は高度30メートルぐらいの時に早くさが、ホバリングして、そこで、降下中に落とそうと思ってたんですね。ですから早くさが自分で考えて落とすことを考えてたんです。ところがですね、ご存知かもしれませんけど、姿勢制御装置が故障したり、いろいろトラブルがあって、かつですね、小惑星にタッチダウンするのがかなり難しかったんですね。それは糸化が小さかったりしたわけですし、デコボコしてるってことで、後方誘導系をいろいろ変えました。で、そのリハーサルしている最中に落とすことになったんですね。というのはかなり複雑な運用をしなくてはいけなくて、11月19日、25日の、タッチダウンの時に、落とすとなると、かなりリスクがある。もう一つはタッチダウンした後にやはり姿勢が乱れるということもありますから、その間データが来ないということもあって、最終的には、この2回目のリハーサルの最中に落とそう。でその時は、高度30メートルまで近づかずに、もうちょっと高い高度で練習する予定でしたので、まあ、高度は多少高くても分離速度が遅ければ必ず小惑星とかに降りるということを分かってましたから、まあ、高度100から200メートルの間で、速度を5センチぐらいで落とせば小惑星に行けるなと思ってたんですけども、まあ16分前のデータを見ながら16分後を予測して考えてたんですけども、やはり近づくときにやっぱり重力を近づくほど大きくなるし、糸川って変な形してますから、重力の方向は中心に行くわけじゃなくていろんな方向に引っ張られるんですね。その辺の読みが甘くてですね、いろんなことがあって、私がこうこれならいいぞと思ってやった瞬間の前に、はやぶさは上昇に切り替えていたと。そこが私が予測できなかったところですね。はやぶさに任せてたらどうかというと、これは結果論で分かりませんけど、やはり複雑なことをいろいろやってたのでどうなったかは分かりませんが、まあ地球からコマンドでやるにはかなり、相当な練習と、それから相手にもよりますので、まあはやぶさ2でははやぶさ自身が落とすということで、ぜひやりたいというふうに思っています。今度は失敗しないようにうまく落とせたらなと思っています。はい、ありがとうございます。よろしいですか。さらに質問ございますか。はい、楽しいお話どうもありがとうございました。ミネルバはフライトモデルは、はやぶさと一緒に行ったんですけども、フライトモデルではない、プロトタイプモデルですかね、ほぼ同じものがあるみたいな話を伺ったことがあるんですけども、それって例えば稼働してカメラ動かして写真を画面で見るみたいなことを一般公開で実演とかでできるんでしょうか。はい、できます。大体ですね、探査機もそうですけども、フライトモデル、実際に打ち上げるものを作る前に、初めての場合にはエンジニアリングモデルというのを作ります。それからそれをもとに、フライトモデルに近いものをプロトモデルって作るんですね。そういうものを作ります。今皆さんのお手元に言ってるのはエンジニアリングモデルです。フライトモデルではないんですけども、エンジニアそれからよくご存知ですけども、ミネルバにもフライトに近いモデル、要するにフライトモデルが壊れた時にバックアップになるようなモデルというのを作って、今相模原にあります。で時々展示に出したりもしてます。カメラ搭載されていますから、写真を撮ったりももちろんできます。ただ今はやぶさ2に載せるミネルバ2を作ってるんで、ちょっとその時間は今ないんですけども、お見せすることもできます。ちょっとついでにもう一つですね、持ってきたのは隠してたわけじゃないスケルトンモデルというのがありまして、これは本当にスケルトンモデルでモデルなんですけど、写真撮ったり太陽電池で動いたりもできるものがありますので、じゃあせっかくですね、それを今皆さんにご回覧します。あまりミネルバの質問が出ると思ってなかったので、
でしたけども、これですけど、多分なんかわからないと思うので、こういう風になってるので、こんな感じで、これは完全なモデルではなくて、ちょっと、写真で作ったものもありますけど、こんな形でありまして、カメラも、一つは本物で、実際に写真撮ったりできますし、これ太陽電池ついてるんですね。これはあの普通に買える秋葉原で買える太陽電池で、作ったもの、これに光を当てると、モーターが回りますが、ミネルバは重力が小さいところで飛ぶので、ここでモーターを回しても実は跳ねません。跳ねません。月に持ってっても跳ねませんが、小惑星に行くと跳ねる、つけると思うので、ちょっとピンが当ててるので、ちょっと手は気をつけていただければと思いますけど、黒い大きい円筒形が、これが電気二重層コンデンサーといいまして、コンデンサーですね。先ほど言いました真っ暗なところ入ったら、飛ぶエネルギーは太陽電池から取れませんので、このコンデンサーで飛ぶようになってます。はい、プロトモデルで写真撮れます。はい、時々展示会に、出したりはしていました。はい、はい、それじゃあ次の方。面白い話ありがとうございました。ミネルバは結構作るときに予算がなくて、太陽電池の切れっ端からさらにミネルバ用に切り出してもらったとか、パソコンのカメラを保護者に教えてもらってそれをつけているとかってなってるんですが、そういう話をいろんな文献やら雑誌やらで聞いたんですが、今作っているミネルバは、この当時作ったミネルバよりも性能は当然上がりますよね。当時の部品といいますか、コンピューターにしろカメラにしろ同じものを揃えることはおそらくもう10年以上経ってますのでできないんで、なると思うんですが、ミネルバ2は、はやぶさのミネルバと比べて、ここがすごくなっているというような、一つだけ教えていただけないでしょうか。はい。ミネルバはですね、まあ、はやぶさに乗せたミネルバは、まあ、実験ということで、これ最初の込みなので、実験ということで、まあ、予算は限られていました。で、まあ、はやぶさに乗せるということで、いろんな試験費用は出してくれたんですけど、作るのはちょっと苦労しまして、いわゆる、まあ、大学等の研究費みたいな形で作ってた、そんなに予算ないんですね。ただ、なので、使えるものを探しました。で、重量は1キロ、全部で1キロで、ロボット自体は600グラムぐらいしかないんですね。で、それ以外に支える打ち上げの時の振動に耐えるようにカバーとかですね、そういうのも入れて全部で1キロだったので重量が限られます。そう、カメラに載せられる重量って10グラムしかない。10グラムのカメラってないんですよね。そう見たら学生さんのコンピューターにカメラがついてそれが10グラムだったというので、まあ、それ取り外して分解しようかと思ったら、それはちょっとあれなので秋葉原で買ってきましたけど、バイオカメラって言って今でも言えるんですけど、ソニーさんのカメラを、載せられないかなと。で、宇宙放射線試験をしたら結構うまくいったんですね。で、一部違和感だとかちょっと変えましたけど、でソニーさんはいろいろ技術提供を受けましたが、うまくいったら名前出していいけど、うまくいかなかったら出さないでくださいって言われて、まあ、写真撮れましたので言ってもいいかなと思います。あと、いろんな企業の方、特に宇宙に関わってなくて民間の方の技術、日本って小さくて軽くて性能のいいものいっぱいありますから、そこにあるコンデンサーも宇宙で使ったことないんですよ。で、それを試験をして、ですから宇宙圏とメーカーの方一緒になって放射線試験とか真空試験とかいろいろ宇宙で使えるように仕上げていって、民間のものを仕上げてコスト削減しながらやりました。ミネルバ2も基本的には、まあ、新しいことをチャレンジしようと思っていますが、確かにコンピューターもメモリーも多くあります。基本的にはホッピングして動く機能なんですけども、処理も速くなりますし、ちょっといろいろ新しいチャレンジをしようと思ったら後出しじゃないですけど、うまくいったらお話ししようかなと思ってますけど、進化してますので、基本的にミネルバっていうところ、ミネルバ2、要するに第2世代っていうのは賢くなってるってことですね。ちょっとヒントを言いますとですね、ついつい言っちゃうんですけど、熱制御をしようかなと。ちょっと重量限られてるんですけど、そういうこともちょっとかなっていうのは、まだわからないんですけども、今度行く天体が自転軸がこう立ってるか寝てるか斜めかっていうのは行ってみないとまだわからないところもあって、ずっとずっと昼間かもしれない。で、ミネルバはですね、熱制御大変で昼間寝てるんですね。朝起きて
昼寝して夕方働いて夜はぐっすり眠るっていう、そういうあの健康的な生活を送りまして、ずっと昼間だとですね寝てるんですね。ですから熱制御もちょっと考えようかなっていうふうなこともちょっと言い出して、新しい機能を入れてますので楽しみにしてください。はい、1台だけじゃなくて何台か持っていくんですか？ですね、今のミネルバは、大学が、協力して作ろうとしているものが今オプションですけども乗ります。それからドイツはこれはあのローバーというよりもランダーと言ってるんですけどね、ちょっと大きいものを、表面に下ろすことも考えてまして、うまくすると2台か3台小惑星を探査できて、お互い強調しながら小惑星の謎が分かるといいかなと思ってます。ありがとうございました。最後にもう最後にじゃあ面白い話ありがとうございます。自律探査と遠隔操作の、判断基準といいますか、映画で見てて要はハヤブサがあのタッチダウンして姿勢をあの悪くして、あのデータ上では地下に潜ってるような状態 でそれを見た、技術者があこれは遠隔操作で、上に上がるコマンドを打たなきゃいけないという、そこ結構印象的だったんですけれども、だ自立するべき段階と、やはりそのデータを判断して、遠隔であの緊急措置的な命令をコマンドを送る、そういうところの、判断っていうんですか、いろいろと、ケースバイケースがあって難しい面も多々あると思うんですけども、その辺で苦労されたところのもしあればお話しいただければ。はい、遠隔操縦と自立っていう違いってなかなか難しいところあるんですけども、基本的に地球から指示してできるんであればそれが一番いいですね。やはり基本的には人間が教えるプログラムとして教えるわけですから、人間が考えたことですよね。で、考えて考えるけど考えられないこともあるので、やはり人間が見て判断してできることであれば遠隔操縦が基本はいいと思ってますが、それでは間に合わないとき、先ほど言いましたように高度400メートル以下はデータが来て判断して送ったときにはもうぶつかってるかもしれないっていうような時には、これはコンピューターで判断させるしかないかなと。ですからどう割り当てるかといろいろありますけども、基本的には地球からコマンドを送って遠隔操縦でできるんであればそうするのが一番いいと思うんですね。ただ何らかの補助をするっていう時、要するに間に遠隔操縦ができない時にはやはり自立をすべきだなという、そこで切り分けようかなと。例えばですね、今日はちょっと非常に大きなイベントの着陸って話しましたけども、実はそれ以外にもある人自立機能というのはつけてまして、例えばですね、地球から特に日本から探査機を動かすときに一番大きい問題は季節なんですが、台風の季節ってアンテナで受信できない時もあるんですね。だから下手すると何日か運用できないことがある。で、運用できないときに早くさ困ってしまったら困るので、そのときは自立機能で何とかできるようにちゃんと作ってあるわけですね。ですから遠隔操縦できないことも考えて自立機能というのはやはり必要なんだろう。で、非常にクリティカルなイベントの時には自立機能、ただ自立機能を完璧にやるのって大変ですよね。やっぱり考えて考えてやらないといけないので、遠隔操縦と自立機能をうまく混ぜるのが腕の見せ所かなというふうに思っています。ちょっときちっと線は引きませんけど、そういう考えで、ものを作ってきました。ありがとうございます。はい、それでは時間となりましたので、ドライブのご講演、久保田先生に盛大な拍手で、どうもありがとうございました。